はい、ではまた続きをやっていきます。行きましょうか。どこ行っちゃったんでしょうね。行ってらっしゃい、頑張って。マリオ忙しいな。買い物かな、これで。コオロギせんべい。おお、なんとなく今の時代にも合ってる感じのコオロギせんべい。これは結婚式はどうなったのかな。あ、なんか張り紙がある。丘の隣の村で結婚式をするために留守にします。おっしゃ、じゃあ行きましょうか。お、こっちか。キノケロ水路。とりあえずセーブ。なにこれ。張り紙が。土管の入り方。もう入ったけどね。なんでしょうか。自分が出てきた土管にもう一度入るときは、ああ、はいはい。あ、なんかいけそうやこれ。違う。わあ。あら、ルートが分かれとうか。かなこれ。近い方行ってみようか。まずはこちら。あはは、テレサ。まあ、おなじみのキャラやな。気になるな。あ、広いな結構。
変えようか。どこ？あ、赤落ちてもった。あ、落ちてもった。わ、これで強そうやな、これ。なんだろう。マリオが倒れたら終わりやからな。強かった、なかなか。変身防ぎバッジ、なんかいっぱいあるね。まあとりあえずは今のままで。でもね、なんかいっぱい溜まってるから使おうか、これ。マックスやもんな、これ。あ、誰かのとか違う、これ。あ、もしかしてフラワーって2人で共有？これかな、もしかして。お、何これ。あ、か、あ、共有か、なるほど。全然わからん。あ、広いね、これ。あ、ここ行きたい。
ああ、なにこれで。ここも気になる。あら、上がれん。上から行かなんか。あれ、これさっきとちゃうな。広いね、これ。精水いっぱい。どっちかなこれ。なんかこっちも気になるけどな。わ、わからんな。この上が気になる。なんかもう全然場所わからんわこれ。これなんだ。なんかすごい顔のがおる。あれか。これは？あは、しまった。あはは、もうチャプチャプなんで。ちょっと行ってないとこあるからな。これはまさか？どこかねこれは。わあ、これはほなからこっちか下やなこれ。はい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 、そういうことか。これか。
ネタから。何これ面白そう。本物の卵はどれかな。ああ、もう分からん。うわ、当たった。おお、スーパージャンプ。どうしようかな、戻るん、ちょっと嫌やな。あ、そういうこと。下も気になるんやけど、なんか前か、行きましょうか。あれ、まあ、あ、いきなり。いやー、スーパージャンプ行こうか。連続か。はい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 。雷効くかな。とりあえずいろいろ試してみてから。お、なかなかいくね。あら、ここか。これでカカシか。いやー、持ってないわ。いや、やばい。あらららららどうしたよこれ。ジャンプ、ジャンプはできる。ジャンプ、カカシジャンプはできる。どうしようかな。聖水だらけ。はめてしまった。いやー、どうしようか。ジャンプ行こうか。おっしゃおっしゃ。おお、いったいった。かかし何もできんよこれ。ジャンプ、これはまずい。あらららら、どうしようか。もう攻撃しかない。あとは叩くだけ。あー、やばい、やべえ。あらら、
ららきついね。なんだこれ。あら、ワイン川下りにようこそ。何いきなりミニゲームになった。B を何度か押すと、はあはあ、はい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 。あら、いきなりか。いやー、おお、あ、緑だ。これ欲しい。何これ、なんかアトラクションになった。あ、緑欲しい。これは何だろうな。なんかアトラクション見に来てる感じ。うわ、でもらえるんかな。かな、右側。あ、ほんで終わり。まだある。ワイン側コース、これはタイミングよくジャンプしてコインを集めてください。いやー難しい、これ。こうか。おう、あ、いた。難しいね、これ。あはは、後ろ向きになった。いやー、コイン全然集まってない。
してもうた。あらららら。ああ、こういうんで。31枚。ほう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 。60枚。60枚全然溜まってないよ。カエルコイン。おたまじゃくしが喋った。なんか見えるんですけど、なんか釣ってます。ああ、なるほど。ヒントくれるんか。これありがたいね。ああ、かんかんかん。バグオーラン。
もう結構。あなたはカエルじゃないんじゃっていうか。まあまあまあ、そりゃそうでしょ。ふわふわしたものが流れてきた。ははは、忘れてた。はいはいはい。ケロケロの杖。装備できるのかな？装備かな？おお、ケロケロ。こっちもなんかある。はっきり言うぜ。ヒノフスキー大先生、誰だ。メロディーベイ、なんじゃこれ。あ、これはなんかミニゲームやな。どうしようか、ちょっとやめとこう。本編とはなんか違う感じかな。まあまたの機会にしましょうか。はい、ということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。